皆、えー、さん、こんにちは。ベニッシュの佐藤です。え今日は、知財法を学ぶ、ベニッシュになるというテーマで、お話をね、させていただきたいと思います。えっ、ー、と、このベニッシュになるためには、知財法を学んで、まあ、そしてね、試験に突破しなければいけないということになるんですけども、結構ね、科目が多いわけですよ。で、ね、その学び方について、少しね、お話をさせていただきたいと思っております。まず、え試験なんですけどもね、ベニッシュ試験って、科目がすごく多いですよね。 で昔と違いましたね。今の科目。まずは特許法でしょ。あと、実用信用法。衣装から商標。あと、条約ってありますけど、この条約も、いくつかにこれ、分かれますよね。まず、パーリーでしょ。PCT。あと、マドリッド協定規定でしょ。あとは、ジュネーバークトってなりますよね。あとは、トリップス協定でしょうか。で、さらに、諸府という科目ありますんで、まあ、これ、並べちゃうと、12科目くらいあるわけですね。で、もちろん、これだけで、 本来いつもはできるわけではないんですけども、しかし、試験ってその12科目くらいから出てくるわけですね。で、これ、大変だなって思いませんかね。まあ、小試験だって、六方全書というではないですか。六科目、まあ、プラスアルファでしょうかね。まあ、そのくらいということになるんですけども、いやー、これ混ずったかなと、科目が多いし、あと、かなり抽象的なんですね。で、さらに、人間は作ったという、まあ、枠になりますので、かなりね、細かいんですよ。で、さらに、 頻度の改正、改正と、いうことになりますんで、その度ごとに、ちょっと、これ何言ってんのかな、というのは分からないわけです。じゃあ、こういう多い科目について、どう回すのかと。まあ、これはね、不祥事件の中と違って、一科目は一科目ではないっていうところに、まずは着眼してもらいたいと思います。あの、憲法、民法、ないしは刑法という、これ科目あるわけですよ。まあ、一つは一つと、ある程度数えることはできますよね。しかし、地裁法という法律はないわけですよ。 これ、学問体系ですよね。学問体系でありまして、なぜそういうかというと、各法体系がかなり近しいんですね。となると、そこの共通点、まず概要だけパッと掴んでしまって、違うところをババッとやることによって、本当は早くこれ回せるんですね。だから実際上、1年で受か,かるかというと、まあ、やり方によってはということになるでしょうね。で、一番最初にやることは何かというと、まず、概要を掴むということになります。あの、通常ね、 入門口座系と言われてくるものは、この概要をつかむことに相当回想がかけるわけですよ。40回ぐらいかけてやると。ただ、これって忘れちゃうと思うんですね。先ほど言ったように、特許、まあ、実用新案、衣装、す、ま、べ、あ、て相関的にできてるわけです。だったら、まず概要をぐわーっと回してしまって、大体こういうことをやるんだよなと分かれば、結構ね、スムーズに進行できるじゃないですか。そこで、僕の場合は、 まずエッセンシャルというところでガッと概要を回すことにしています。だいたい14回という回数しかありませんので、まあ、聞いてもそんなに負担ってないと思うんですね。そこで科目の概要をしてしまうんです。で、この時間をかけるのはすごくね、もったいないんですよ。本来はこって問題解いてあ、こんなことを聞いてくるのかなってわからないと、本来いけないところなんですね。だから概要のインプットは本当は数十回でいい。ないしは10回程度でいいんですよ。 あとですね、今に上がっているように、それ短いものについて、実は何度も何度もこれ回してもらいたいんですね。まあ、そうすることによって、学問体系が頭に入ってくるんです。まあ、そこから解いていくんですね。でさらに、皆さん条約って嫌いなんですね。なぜかとかなり抽象的なんで、わかり難いで。さらに原文が、例えば英語だったりとか、フランス語、来社スペイン語なんですよ。それを各省庁で訳したと。 っていうことになってるんで、これって本当に正しいのかなってのはよくあるわけですね。まあ、しかし、条約ってね、国内法の上にある体系なんですね。となると、国内法が絶対条約に阻害するっていう規定はないんですよ。国内法から見て、条約とリンクして理解すると、具体的にこれわかるということになりますんで、そんなに実はこれ難しくはないんですね。ただそれをやるかというとね、なかなかやってる講座が少ないと思っております。 私はこれをね、やろうと思っていますね。さらに、理解できない場合、よくあるんですよ。特に担当のね、回答例を見ると、いや、特許に規定がない。ないから、丸になると。間違いではないんですけど、本当は正解ではないですね。まず考えてもらいたいのは、資材法って、通常何年で学部ではやるんでしょうかね。これ大体いい4年次ですよ。ってことはね、当然、1から3年において、一般法ってありますよね。法試験科目に近いもの。例えば、民法。 あるいは刑法。外資は行政法等ですね。まあ、これは終わった方が通常こ頃やるんですよ。ってことはね、それは一般法があって、時代の社会では少し変わってるんで、修正するという規定になってるんですね。じゃあ、規定がないところって、それは一般法で対処できるからないわけですよ。そこに通常ルールがあるんですね。でも、これってやはりなかなか説明し難いというところがあるかと思うんです。ただ僕は、これ大学で相当やってきたので、 まあこれについては話せると思ってるんですね。答えがないんではなくって、規定がないんではなくって、一般法だったらこうなります。したがって、これは丸になります。だから知財法には書いていないんです。説明したいと思ってるんですね。まあそうしないと、あのー、なんていうのかな、浸透しないんですね。そこは。まあ特徴の一つ目というのが、先ほど言ったように、回数をかけないで概を回す。これ、エッセンシャルと言います。さらに、体系をつけるんだ。多分これは二つでしょうね。で、そして、 僕ね、今、この試験って一番難しいのが、実は担当試験だと思っております。あの、旧試験の時って逆なんですね。論文が結構難しかったんです。まあ、簡単に言うと、この問題どう考えるんですかあの点の見解はと聞いてきますんで、まず、何を聞いてるのかなで、どのことを聞いてるのかなまあ、いわゆる項目ですよね。まあ、これを捉えるだけではダメでありまして、捉えて、全部まとめて、 自分の見解はと、やらないと、ローム知試験って受からないんですよ。担当違いますよね。担当は、ある項目を聞いた、回答は、引っ張り出すだけでしょ。今の論文ってそういう形になってるんですけど、昔の試験ってそうではなくて、パラスアルファーなんですね。だから、担当受かった。そこからロームまでの山って、結構高かったんですね。で、その一方で、今はどうかというと、逆になっていますね。担当がめちゃくちゃ難しい。特に、例外に入った後、 極めてこれ難しいんですね。ただ、今、いろんな情報を飛んでると思うんですよ。担当は優しかった。あるいは、攻撃がなくても浮かるいたという方もいらっしゃいます。ただ、それは、あの、令和に至るまでの話だと思うんですね。令和に至る前まで、あの担当の勉強。通常、担当式試験は、よく知識を学ぶと言います。で知識って一体何だろう簡単に言うと、法律は、要件と効果の学問ですね。要件の効果。あるいは要件が、 効果はどうなるんでしょうかそして、これについても原則あって例外ってあるわけですよ。これをつぶさにま暗記したんですね。昔の試験って。だから、丈夫舐めるように覚えた。で、さらに、学問ってありますよね。あの学問について、また覚えた。もう大体決まってますので、まあ、そうすると解けたわけですよ。だから僕らの頃って、ボーダーが50点満点で40点。8割ですね。今だったら48点。今そんなに高くないでしょ。 そこはね。まあ、それはそういう、えー、形式をとっていたんですよ。えー、さすがにこれちょっとまずいってことで、少し問題変えたんですね。紳士になってね。で、通常36点ぐらい、昔はね、えー、式順点っていうことで処理,処理していたんですけど、やはり少しむず、えー、難しくしたければというところで、39点になったんですね。でも、ずっとこういう傾向変わらなかったので、ある程度自分でやって、そうだな、60点満点で35ぐらいまで行くんですよ。35ぐらいまで。 だから、全くできないってわけではないです。ただ35と39の間って結構幅があるんですね。さらに、今、かなり令和法によって難しくなった。まあ、そうだな。まあ、できればね、この難しい中でも担当式試験が45点ぐらい取れると、実は論文にリンクをします。まあ、かなり近いって僕言いましたよね。そういった意味ではね。まあ、項目さえ書けば受かるという試験で今ありますので、まあ、一部の科目についてはね、今もそうです。 となると、ある程度は戦えるんですね。でも45点ぐらいいかないと、やはり役に立たないんですね。うん、で、じゃあ45点取るためにはどうするか。特に、レア法によって変わりましたんで、どうするかこれ、昔の話が載っています。昔は、アオ本、条文、あと、格文ですね。10回程度回すならば、多分、畳認識と回答をかりますんで、できたというわけですよ。しかし、今は少し違うってことですね。 でも、担当覚悟の重要性。これ変わっていないんですよ。ただね、だ全然使い方が違ってくると思うのね。例文法、例文までの間は、まあ、同じような問題が出てくるわけですよ。今どうかというと、出る価値は同じです。パターンは同じなんですよ。でもそれが少し長くなっていたりとか、ちょっと言い方が変えたりするんで、なかなか気づかないんですね。でしたがってね、まず今回ちゃんと理解する。そして、 過去問潰してパターンって認識しなければ、これ、なかなかね、試験って時間があるでしょ。膨大時間があって解けますかと言ったら多分解けるんですよ。でも3.5時間の中で解けるかと言われちゃうと、何聞いてるのかなと、これ分からないと、まずね、解けないんですね。まあ、そういった意味では過去問、絶対重要なんですけども、そこだけではないんですね。で、さらに、最近改正が頻繁になってきますんで、見てるんで、未知の問題。 結構担当格保出るようになったんですね。じゃあこの場合どう解くかと。それでも39点変わらないんですよ。ね、39点になってボーダー上がった。でもそれほど難しくはなかったんですね。今まで。しかし、定番になって少し担当の問題難しくなってきた。暗記だけでは乗り切れなくなったんだということになります。ただね、あくまでパターンは絶対必要でありますので、パターン認識はってことはこれ否めないんですよ。使い方とか、やり方が少し変わってきたと。 じゃあ、どうやったらよいと、いうことになるかと思うんですね。そこで、僕の授業の特徴になるんですけども、えー、と、担当については、論文的に解くんだと。論文。論文的に解くとは何かというところだけど、本当の論文式試験って、まず問題点があって、その問題点に対して、結論と。これ、利益考慮ってなんですね。こうをう形しちゃうと、持つが不利益になる。持つを形しちゃうと、こうがちょっと変化に不利益になる。じゃあ、どうしますかと。まあ、利益考慮だよね。 あるいは、趣旨ってあります。南条南港の立法趣旨は、そこから言うならば、丸と、やっていくことが普通なんですね。論文的な思考って。これを、担当の問題、特に、担当、共通、単論担当と論文共通事項については、やった方うがいいんですよ。これやることによって、担当、もちろん強くなるし、あと論文、めちゃめちゃこれは実は強くなります。担当さえ何とかなれば、えー、受かるというのは、僕の実体験なんですね。 担当を結構取れるように自分もなりました。この思考によって。で、そしたらね、論文まで自動的にできるようになったんですね。今もそれは変わりません。ここはね。で、従って、えー、まあ、こんなことをやるのが、まず、えー、まあ、エッセンシャル終わった後にやっている、えー、入門コンプリートというところで、自分のテキストを使って、私は、えーまあ、まあ、私は、えー、説明しています。担当論文または共通マターについては、論文的な思考で解くんですね。 まあこれは一つのまた特徴になります。三つ目ですかね。で、それだけで全部埋まったかというと、実は埋まっておりません。担当プロパーというところがあるじゃないですか。そこについてはもう一回、担当コンプリートというところで完璧に潰すというのが2回目となるんですね。まあ通常ね、2回担当のことを繰り返すってことはないと思うんですよ。長い長い入門講座が終わってと。まあ基礎編ですね。終わってと。まあその後、担当の着手。まあそれは大体9月なんですね。 そっからやって間に合うかというと、多分これ難しいんですよ。難しい。ね。相当時間があって、まあ相当勉強を慣れてる方だったらいけるかもしれません。でもなかなかこれ難しいんですね。そこで4月からね、もうこれ着手をしようというのがこの講座の骨子になります。で、まずは論文的な知見に基づいて、単論共通事項について潰してしまいます。で、終わりましたと。次、論文ですよね。じゃあ、その知識があるならば、 ある程度、今の論文って、実は解けるんですね。ただ、論文の中で難しいのは何かというと、今は、これ、うん、読み方なんでしょうね。あの、論文難しいかと、今書いたんですけども、自分の講座から受けて単論、単、え、のー、担当と論文5か月、5ヶ月で受かったという方が去年いらっしゃったんですね。で、その方に言ったんですよ。担当受かったと。でも論文を全くやっていない。じゃあどうしたらよいかと。うん でこれやり方も決まってましたね。まずは読み方を教えるんです。担当さえ取ってるならば知識はあるわけです。難しいのはこの膨大な文章の読み方ですね。今の試験ってそこがポイントなんですよ。どう読むのか。たくさんいらない情報が書いてあります。まあ、それを省略していかに読むかと。我々も見るとわかるんですね。ただ、この読み方、教えてる講座が実はないんです、まあ。これをまず教えます。であれば少なくても、いや、結論こうなるんだと。 わかるはずなんですよ。まあ、それさえ書けば合格点が54点であるならば、50点という点数は取れると思うんですね。あと、絶対書くのが趣旨定義。まあ、これは一応暗記をしてもらわないといけませんので、そこだけは暗記をしなさいと言っております。あと今、今、えー、その読み方に従って答えを書いてちょっとうつければ、実は受かるんですね。で、さらに論文的な思考です。いろいろな面から実は考えてもらいたいんです。 本試験難しいのは、うんね、通常聞いてるものとちょっと違うところを聞いてるんですね。そこはわかるかと。それって、うん、いろんなところから見て初めて理解でできるんです。よく見ると本試験ってそういうところがあるので、これは説明したいと思っています。本試験独特のところですね。あと、判例ないしは裁判例の中身ですね。結論ではありません。なぜこうなったのかと。これが結構重要ですね。今の試験って、 昔みたいにキーワードを書けたという試験だけではなくなってしまっているので、特に昨年の問題ですかね、変わってしまったと、えー、難しいということになると思うんです。まあ、そういった意味で特徴の3つ目になるんでしょうかね、論文問題については読み方を教えるというところと、まあ、これ多分重要でしょうね。あと、様々な見解を見ていこうということになると思います。まあ、これは3つ目の特徴、多分あまり予備校ではないかなと思っております。で、そして最後が、いわゆる 担当のプロパンのところについて完成させる。うん。まあ、改正頻繁でありますんで、30数回っていう講座の数ではちょっと足りないんですね。インプットって。すべて終わりません。で、そこで十数回増やしてやってるのが担当コンプリートということになります。これ繰り返すことによって、まあ、担当については完璧になる。さらに、論文について書くべきことについてもパッと浮かぶということになると思うんですね。これが4つ目でしょう。 ただ、これだけでいけるかというと、まあ、いけるんでしょうけどね。僕いつも思ってるのは、生の講座って本来分けるべきだと思ってるんです。生講座ね。ただ、これも自分で勝手にやってることなんで、なかなかレッグ方で受けるれかないんですけど、生は少し変えるべきだ、うん。で、終わった後にソクラテスっていうゼミをやっています。で、これやっぱね、考えたんですよ。今の時代。生講座って一体何かと。これあるとき考えたんですね。昔、大学生の予備校ってほぼ、 教室競技だったし教室合技だったですよ。これを撮ったものについて、えーまあ、いわゆる通信で配信しようとやっていたわけですね。であるとき、いや、それをやめたと。もう最初から通信撮ったものについて流して、生に来た方はその勉強の仕方を教えるんだという予備校が流行っていて、逆転しちゃってますよね。逆転しちゃったと。でさらに今はさらにパラサラファーで個別指導ですよね。これやりたいわけですよ。ね。 でも体、体制を変えるわけはいけませんので、終わった後に、チョコラですっていうところで、皆さん泣きかけてるの。うん。いや、こんなことをやったでしょと。前回ね。じゃあ、このところってどうなるのかなってこと、家とかね。まあ、ずっとそれを聞いてるわけです。応答するわけです。応答することによって、多分具体的にわかりますよ。で、他方面に聞いてくるんで、まあ、これは大変です。ただ、この勉強で僕は相当伸びたんですね。うん。まあ、大学入試もそうだろうし、あとは、 こういう試験予備校って本当はこれが生の体系だと思ってます。でも生でしか出てないって話になると通信はといういらっしゃると思うんですよ。この方に対しては YouTube においてアップしておりますんで、まあ問題がないと思ってるんですね。あと Twitter やってるんで、つどつどこれをやりますって開けると思うんですね。まあそれを見てよくご覧になってください。で、自分の講座が出てるんだったらわかると思うんですね。見ながら。うん。 で、まあ、試験者がさらに最近変わってきましたので、今の試験で、旧試験と大量学者頃の試験との合体系です。まあ、それはこの講座になりますので、ぜひ、まあ、この講座に対してお申し込みの方をお願いいたしたいと思っております。